面白かったんよ。これ持ってな。レンゲ畑に行ってな。徳島ではね、春の節句に子供たちが湯山山に田んぼの神様を迎えに行く文化がずっと昔からあるんです。私の場合は近所の子供たちみんなで湯山箱にごちそうを詰めてもらって遊びに行ってたんです。湯山箱ってこんなに小さいんですよね。私は食いしん坊でしたから、もういっぱい食べたいですのにこれだけなんですよ。でそれでまた仲間のいるところから家に走り帰ってはまたおかわりをしてもらってまた仲間のところに帰るんですけど、私の小さい時は今と違ってどこにでもそんなごちそうは売っていませんでしたから、一つ一つが手作りで時間と手間をかけてくれて、それであんな楽しい湯山ができたんだなって、大人になった今だったら本当にそんな愛情が感じられて、あ、私はそうやって愛されて大きくなってきたんやと思うとね、ありがたい思いをさせてくれた親への感謝の気持ちがやっぱり湧いてきます。時代が変わっていく中で湯山箱はいつの間にかなくなっていたのよ。一時途絶えていた湯山箱文化もやっぱり私が経験したみたいような、そんな楽しい思いをいっぱい子どもたちにしてもらいたいと思うので、徳島にしかないこの湯山箱文化を次の世代に伝えていってもらいたい。その中でも子どもたちがお母さんの愛情を感じたり、野山で遊ぶ楽しさを味わったり、その中でこの湯山箱が役に立つように、次に伝承していくように願っています。あんたもこれ持って遊びに行けへんで。